1分足らずでわかるコンテンツの導入。変な場所に全身黒スーツのおじさんが湧いたよ。そしたら変なお姉さんがやたら切れながら湧いたよ。ところでさっき載せてた前作のこの画像に映ってるお姉さんも青髪なんだよね。前作からの継続キャラでこんなオープニングから出てくるんだから絶対ヒットだよ。このクソは初対面のおっさんの施設団地やがったぞ。それは先ほど言ったらなんかおじさんの獅子はくっついてました。どうやらこの最高お姉さんが直したらしいですが、お姉さんアンジェラって名前らしいですね。ぶっちゃけ知ってた自然作やってやわかるけど、というかおじさんことローランくん、そんなにアンジェラって名前引っかかりますかね。さては吹っ飛ばされたからもっとまだまだしい名前期待してたのかな。まあそれはさておき、アンジェラさんがローランくんの獅子を直した理由はこうです。第一にアンジェラさんの石なくして絶対入ってこれないここ図書館に突然出現したから、まあ生かしておけばなんでそんなバグが起こったかそのうちわかるやろってことですね。第二に、これから図書館に招待するゲストを物理的に撤退するため、そうです、穏便に暴力で解決しろとのお達しです。なんか入ってくる人間全員ぶん殴って本にしたらたった一つの本とかいう制覇しみた何かを得られるらしいです。ちなみにローランくんは救急福沢とかいう雑魚も雑魚の食料だから絶対に自信なさそうです。あ、福沢ってのは便利屋ですけど、この世界を割り散らかしてるのでほぼ傭兵です。1級から9級まで損壊して1級の中でも色と呼ばれる特殊な称号を付与される奴らは欠失した能力を持ちます。10代仲間で切り落としたり次元を渡り歩いたり巨大なランブと刻み心臓を2人で損壊させたりマジで狂った奴らしかいません。ですからその分1から9と幅広い階級があるわけですね。で、その最低限たる9級はほぼ一般人ってことです。おかしいっすね。ここまで1分で終わらせるはずだったんですけど、計画性が乏しいようで。支配협회놈들이안좋지나름대로최선을다해담고있는거라고。でこいつらは年の最低限ネズミたちです。この映像はネズミたちがせっせこ健やかに生き延びようとしている様子ですね。いまいちよくわからないが死体処理でもしてるのか。映像機売買のために通行人ばらしても突っ込めてますね。ちょっとこの世界ハードすぎない。実は図書館のあの接待、ローラン君は割と公平だと漏らしてましたが、それは図書館の外がこんなアタオカワールドだからですね。ローラン君逆によく生き残ってきたな。その後拾ってきたモツがボロボロで揉めたんですが、なぜか死体の中に封筒が入っていて、なんでやねんとこのレミちゃん思いまして持って帰っていました。でその封筒って何なんだ？ビルジョア、図書館へ出てちゃん。はい、ここで図書館の招待状の登場です。なるほど、こうやって図書館に招待されるのかって、これって狙って送りつけたんだよな。ところがどっこい、招待状をアンジェラが使っているのは事実ですが、厳密には彼女自身の力ではないので、なんか勝手に必要なゲストの元に飛んでくらしいです。で、そのゲストは図書館にとっても必要だし、ゲストにとっても図書館の方が必要、というケースが大半です。このネズミたちの場合は、金を工面したいから来るって感じか。上にいる無法者の組織に納める金がないらしいですね。まあこんな感じで図書館の外がどんなディストピアで、なんで図書館にゲストが来るのかが分かったと思います。ちなみにこの映像はローラン君とアンジェラさんにも見えています。説明してくれるのでしばらく黙りますね。엿보기라니취미한번고약하구만어떤손님이방문할지는미리알아두는게그리고이건내뜻이아니야초대장너초대장의기능이참대단하네요엿보기도하고납치도하고범죄특화도구야아주그사맞다케시카라니요이런기능이있다면번거롭게손님받을필요없지않아그냥훔쳐보다가어디함정만설치한방으로강제이동시켜서죽이지그래마리오메이커가아래와클리어되기나이토통공되기나이카라자세자자자또제타이지마쇼제타이의방법은약간複雑だけど最初は簡単全力でぶん殴らせるからな。なんだこの戦力差は。早速1人目がポンになりましたね。序盤の逆を先に時間取ってたら完結しないからさっさと消えてくれ。攻防がすぎる。はい、裏路地の底辺の絶対完了です。という流れがしばらく続きますが、ダイジェストでお送りします。1分足らずでわかるその後の流れ。今度はユン事務所なる正式な複雑集団に招待状が届いて、何事もなくそのスタッフを2回とポンに変換。その後所長のリント99にしては優秀な所太平君が図書館に関して話しますが、最終的にこの有能所太は絶好として図書館に探知を告げつけてきました。元気も礼儀もいいですね。ご宅はいいから本になって封筒をよこせ。この封筒なんですが、この時点で扱える2つのカードにしては出目が高いです。3回行動できる上にその中身もそれなりに強いので、まさに封筒と称するにふさわしい性能です。この後は1人で同格であるはずの99福沢2人を瞬殺したローラン君がやった大気はスレイトもラスト本の中の怪物と戦うことになりました。なんでこいつら怪物は前作ではアブノーマリティ、今作では戦闘隊と呼ばれる存在で、彼らを武力で制圧すると我々に従うようになり、さらに一緒に戦う味方である秘書とが増えます。で、戦闘隊とのバトルはいわゆるギミックバトルで、勝ってくるページや彼らの固有能力に攻略の鍵があります。今相手にしてる血のフロちゃんは斬撃にくっと強いですが、打撃には弱いです。さっき手に入れた封筒は出目が強い上に最後が打撃攻撃なので、うまく生かしましょう。本的に拳で殴ってやすぐ混乱して死にます。で、ここからはちょっとカットできないので、そのまま流します。ユン事務所の所長ともう一人他の福沢か。この辺りで事務所について説明を挟みましょう。先ほどから話が出ている福沢ですが、簡単に言えば傭兵です。1級から9級まで幅広いですが、彼らの大概の共通点として、事務所か教
会に属しています。で、例外はありますが大概の事務所は協会の下で直属かそうでないかの違いはあれど配当された仕事を行います。まあぶっちゃけこの世界である都市の情勢は複雑回帰なので例外は山ほどありますが大概この図式でことは進みます。基本的に右に行けば行くほど巨大な組織ってことでいいよな。そうですね。それと大半の事務所はまだ公的な制度の中で運営されてるので具体的には鍵事務所や上手と事務所など以外は大概秩序ある行動をし一般人に危害は加えません。そして教会は12個もございまして、韓国語で一を表す花教会、ドイツ語で二を表すツバイ教会、皆さんおなじみ4個都市教会、ちなみに市教会は人もかかってて暗殺がお仕事のブラック教会らしいです。そんなとこで日本の風刺しなくていいから。立場面は変わってユン事務所の2トップのお出ましです。なんだかんだこれまで来たやつらに比べて2人とも強いのに2人がかりか。あ、リンのこと聞いてる。さっき私が会話に眼かぶりしてましたが、リンのことは気にかけてたみたいですからね。ともかくちょっと普通より強いリン君と違い、この2人は身体改造などの上位副作は必ず施す手術の一種をしています。そんなのもあるのかこの世界。心臓にも施せるらしいですよ。あんま考えたくないな。さてここから本格的な接待なので、ここはさすがに移しましょう。先ほど血の風呂の解放をしたので今回は2人での接待です。秘書補が増えるとか言ってたな。しかもこの秘書補ある程度外見をいじれるので、モドなどを用いて前作ロボトミーコーポレーションで私が必ず毎回作り出していたキャラの一人を再現しています。その一人目、ディスティニーちゃんです。モッドでくさび事務所の外見を着用させてますが中身はズルしてないので安心してください。あと後ろでスペースキーを爆死したのもいなかったことにしてください。しすぎるだろ。このディスティニーちゃんですが、ロボトミーでは毎回初日に雇用して基本的に週末超装備を着せてました。なので今回も一人目としてキャラクリした次第です。で、接待に関して説明は？速度っていう、早ければ早いほど相手の動きに絡みやすくなる数値がちょいまずあし、このゲーム基本は相手の攻撃に対してより強い攻撃をぶつけて無効化するのが定石ですが、速度が速いとより遅い相手のターゲットを自由に取れるので指揮がしやすいんですね。まあ、速度が遅くてもより速い相手が無効から来る分には迎撃できますけど、かばえなくて不便なんですよ。3コスの攻撃で一人本になったか。もう一人は奮闘で確実にしのぎます。これで2対1、前哨戦は圧勝だな。ぶっちゃけ序盤は負ける方が難しいですので、あ、殴り合いの際の解説も入れときましょう。基本的に、それぞれのページ内の指定された数値内の代償で勝敗が決まります。相手の出した数値より高ければ敵の攻撃は完全に潰せますし、防御ならある程度の割合のダメージが入ります。あとさらに言うと、キャラクターは体力の他に黄色の混乱抵抗値も保有しておりまして、こいつが0になると1ターン動けない上げ口ダメージが2倍になります。今拡大してますが、ページ名の隣にある六角形内の数値がダメです。さらに混乱抵抗値が0になって混乱したか。まあ、要するにうまいこと敵の攻撃さばいて集中効果で混乱させて数減らそうってゲームです。そろそろ真剣にやるの疲れてきたんだが、いつもの字幕持ってきて雰囲気壊すな。はい、ということでチェンソー的サムシングを振り回すチェンソーウーマンエリーと拳で抵抗してくる21歳リンおじさんの接待で、絶対内容は内臓広い集中攻撃奮闘を連打。二人が十分に立ち上がる前に囲んで叩いてじゃんけんポンです。それはじゃんけんじゃない。いやまあ普通にじゃんけんですよ。最初のグーで即座に抵抗するだけ。ローランくん防御台数はブレすぎでしょ。連続で最大1からの混乱くさ。ディスティニーにも奮闘使わせてますけど、やっぱこんなも追い待てなんだ。その最大1見習い初他の技に混乱させられる事務所長とナンバー2。大変不服ながら見どころもなく2幕目で勝利が確定しました。お前らマジでどうなってる。お前の運がおかしいんだよ。まあそういう運命だったってことで、そういう意味のディスティニーちゃん追加です。まとめ方が雑。あ、うちの子さん特にウォッチドッグス見てる子さんの皆様はお察しでしょうが、あのシリーズの BGM はこのゲームさんです。いい BGM がたくさんあるんだな。 BGM もいいんですが、何よりストーリーがいい。開発元のプロジェクトムーンは韓国の会社ですが、韓国社会は皆様ご存知のように非常に苛烈な競争社会。その苛烈な競争社会を制止水も甘いも噛み分けた方々がストーリーを紡いでいるので、ストーリーの根底にある哲学やそれが伝えんとするメッセージは圧倒的なまでに重厚感のある素晴らしい作品です。ゲーム性は謎も謎がやるような難易度なので、よほどのゲーマーじゃないと攻略見ないとしんどいです。そうか、マゾキストさんありがとうよ。途中から攻略見まくったから私は健常者です。失礼ですよ、本職の方々に。というわけで最後にこのチャプター最強格の戦闘指導で殴られて危なかったですが無事勝利。ぶっちゃけユンの本から手に入るこいつで殴れば相手は死にます。まあうん、立ち上がりを集中砲火したから楽に倒せたけど、本来は結構強い方だったってことか。いや実際素晴らしいパワーカードとコアが取れましたよ。あ、ちなみに本から回収できるものとしてバトルページとコアページの2種類が存在するんですが、バトルページがこの戦闘式みたいなカード、コアページが秘書ごとに装備できる装備品みたいな感じですが、これは優秀なコアページが手に入ったら説明します。はい、ただいま歴史の会という新しい会にお邪魔しております。歴史か、なかなか図書館らしいな。さて都市の歴史とか聞かせごめん、全然そんな雰囲気ちゃうわ。안녕하세요역사의층을맡은지정사서マイクトゥエヨ。アニョハセヨの前の声にならないや、めっちゃ好き好きすぎて素敵な糸が出ます。シャミツ最高分やめろ。ともかくここでわかることは2つ。このマルクトちゃんとアンジェラさんはめたクソ仲が悪いこと。まあぶっちゃけこの後に出てくる秘書も不仲ですけど、そしてもう一つ、ここ歴史の会に歴史に関する本を持ち込むことで、この歴史の会と図書館自体が成長すること。そこまで必要な情報でもねえな。その後に鉄の兄弟とやらも絶対しましたが、タイル以外と不必須すべきカードを持っていなければ、ストーリーでわかることも感情と欲望を有する純粋な機会を作ることが都市では禁忌だってことくらいです。マジでそれ
でしかありません。人生一発がマジのバッチで面白いゲームをしてるってくらいです。なのでそんな奴らは映す価値がありません。機械は機械らしく壊れてもらいましょうか。キナコレクチック戦、残ったモーさんも適当に芝居で終わり。내가이래봐도한때는좀잘나갔거든。ローラン君昔は強かったみたいですね。むしろあれで本当に救急だったら終わりだよ。人生이됐지만그래서너는무슨일로먹고살았어？난이것저것안가리고다했어。능력에맞는일을한거지。ただしその身の丈がいかほどかは説明しない。そして普通に文脈通り解釈する天然アンジェラよ。だってまだまだ相手は雑魚なのでさ。안녕？뭐야？굉장히튼튼한데？몸에돈좀부었나봐？벌써부터그렇게힘을빼실필요없답니다손님。やっぱ終わってんなこの世界。はいはい、戦闘式戦闘式。マジでユンニキ有能やったんやなって。そして混乱したマスカリンを爆弾もらえるページで芝居で始末完了と。このパパタタタ君、まあこういう形で撃てるなら強いんですが、いかんせん元の出目が弱いんですね。逆に撃てれば次の幕で攻撃の出目が一律でに増えるので撃てれば強いです。それでパパタタタ君が撃った次の幕がこちら。相手の大技落ちの風呂の効果を使ってしのぎつつ、攻撃を終えた相手に対してバフを乗せた大技で逃げ。ローラン君に仮のバフ込み最大1、2連発。ところで今相手してる鍵事務所のですが、事務所構えたフクサーのくせに相手を切り刻むことしか能のないカス。では俺が貴様らをサイコロステーキにしようと。ラムマイナ、俺もそれが仕事なのだ。突然の羅生門。集中攻撃からの戦闘式で接待完了です。ちなみにこの接待で手に入るページですが、優秀なものばかりです。5から6というこの時点では3コス級の射撃でとどめを刺したり相手の行動を潰したりする圧倒。最初の回避が1から7とブレは大きいものの、うわ触れれば攻守一体のお先。初期3コスの集中攻撃の上位版狂乱。さてここのストーリーは大事なのでそのまま流します。녀석들이했던말너무신경쓰지마。지금위로라고해야하나。신선하네。뭐인간의시대？오요그루노하야이때오토모도타이。ここまで言うなら取り直せ。정확한이유는모르겠지만그이러한감정과욕망을느낄수있는바로그점이문제였던것같아。그래서인공지능윤리개정안으로기계는물론몇몇예외가있어보이지만저들말처럼정확히는내설계의원본인인간의체도아닌의체같은것도아닌뇌를사용했다며원본뇌의전자설계복내몸은순수한기계야。왠지그럴것같긴했어。그리고세상물정잘모르는그렇다면조심좀해야해。넌인간의모습에감정도있고욕구도있는머리에서그런건나머리는아마만날일은전혀무용스루미안젤라さんは機械で貸しだと存在しちゃいけない存在ってことですね。割と長くなってきちゃったのでここら辺で終わっておきます。まだストーリー残ってたのでもうちょっとだけ続きます。すっげーボリューミーだなこのゲーム。ちなみにこの人もアンジェラさんが嫌いです。ぶっちゃけ序盤はこの属性ノルマみたいなもんです。さて技術科学の開始停止所のイエソドさんですが、イエソドはセフィロとの気において競争意味します。それゆえか非常に規律に厳格な人ですね。ローラン君のネクタイを直しています。ちなみに話は戻るのですが、アンジェラさんが秘書にやたら嫌われてることについて、これは前作のロボトミーコーポレーションでの彼女の立ち位置、そして最後の決断が関係しています。まあ詳しい話はだいぶ後にしますが、さてようやくこれで次のチャプター都市怪談編です。ぶっちゃけもうこの後クソ長いので最低限の解説だけして、あとは垂れ流しで解散します。後ろではどこかの教会のフクサーが最近都市で頻発する怪現象ねじれについて語っています。このねじれは精神的に病んだ人間の脳内に綺麗なお姉さんボイスでクソリプが送りつけられ、そのクソリプにレス場で敗北するなどして精神が折れると人の形を保てなくなり怪物と化します。三月期かな。いやマジで三月期みたいなもんです。このねじれとかすと多くの場合理性を失い人間に危害を与えるようになるのでマジで惨劇期です。でもぶっちゃけ精神的ショックでねじれて他人に危害をもたらすって構図、別にこれゲームの中だけじゃなくて現実でもそうなんじゃないんかねとは思います。というのも脳内クソリプに対するレス場に強い意志で勝利するとその場合は EGO と呼ばれる、その人間の強力な精神が何らかの強力な武装として発現します。それもその人間は理性を保ったままです。これって強い精神的負荷を伴う苦難に対面してそれを乗り越えられなかったのがねじれで、むしろその苦難苦痛を胸に抱きより強い意志を持ってその精神を変容進化させた人間、それこそが EGO を発現した人間です。ぶっちゃけ現実でも似た構図見るんじゃないんですかね。まあこの話は次回にもう一度しっかりします。だから説明のための図とかも使わずに適当に喋ってるわけでね。そしたらあとはストーリーを垂れ流して今度こそ解散です。ご視聴ありがとうございました。まったに할일도없어。그리고무엇보다나도알아내고싶은것이하나있어。이곳에서너의일을돕다보면알게될수있지않을까。이해관계가일치。그래내가널이용하는만큼너하지만조심해。어설프게이용했다가는무슨말을그렇게살벌하게하냐。전에무슨일이있었길래캐묻지않는게좋을거야。말을못하겠네。저궁금한게있습니다。질문받습니까？뭔데？가려서못도록해경고는했으니까。이곳의사서들은대체뭐야？인간은아닌것같고그렇다고기계나인조생명체도아닌것같은걸？예전이시설에서이용만당해왔던
환상체라는 존재들과 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 지금도 이용당하고 있는 것 같은 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴 단 하나의 책에 도달할 수 있다는 걸.